アイナメ、学名ヘクセグラモスオタキーは、カサゴメアイナメ科に分類される魚類の一種。日本沿岸の比較的塩分濃度の低い、岩礁域に広く生息する、低生魚で、食用にもなる。俗名のヘクセグラモスは古代ニリシア語の、クサイアルファーイコール6個のマイナス、ガンマロウミュウミューアルファーイコール文字、サイン。種名のオタキーは、 本種の記載者の一人 DS ジョーダンの教え子で、東京の市場で買ったアイナメ4尾をジョーダンに送った、大滝敬之助への懸命アイナメのタイプ標本の図より、全長30から40センチメートルほどだが、60センチメートルを超える個体もある。カサゴ、メバル、カジカなどと同じ。 カサゴメに分類されるが、アイナメは、ヒレのトゲ状が発達しないこと、背びれが一つにつながっていること、体高が高いこと、鱗が細かいことなどが特徴である。これらの特徴はクジメやホッケなど、他のアイナメ科の魚にも共通する。体色は、生息地の環境によりき、赤褐色、紫褐色など様々だが、繁殖期のオスには、黄色のコニン色が現れる。 近縁種のくじめとは、尾びれが三角形に角張っていることで、区別できる。また、アイナメの側線は、体側中央だけでなく、背びれ、腹びれ、尻びれの根元に、計5本もあるが、くじめの側線は、体側の1本だけである。南西諸島と太平洋側の一部を除く、日本各地の沿岸に生息し、日本以外では、朝鮮半島と黄海沿岸にも分布する。 中高生で、岩礁体やテトラポット、防波堤などの影につき、小魚や甲殻類、多毛類などを捕食する。産卵期は秋から冬で、オスは岩陰などにメスを誘い込み産卵させる。オスは巣に次々と複数のメスを誘い込んで産卵させるので、卵は緑褐色や赤紫色の大きな卵塊となる。産卵が終わった後もオスは卵のそばに残り、 敵を追い払って、乱海を守る。孵化した稚魚は、岩礁の周辺を泳ぎ回りながら成長するが、全長5センチメートルを超えると新魚と同じように、定性生活に移る。油子、油目ネウ油卯、紬、揉みだねをしないなど、死女底引きも王を差編み、刺し網、かご両等で捕獲される。防波堤や岩場からの釣り魚としても親しまれる。釣りの場合、 ブラクリという特殊な動きをしながら落下する重りを使用することが多い。北海道、関西では投げ釣りの対象魚としても人気が高い。針にかかった際の動きは首振りダンスとも呼ばれ、比較的小型の個体でもパワフルな引きが楽しめる。ソフトルアー、ルアーを利用した釣りもある。晩秋から春にかけての寒い時期が旬。最盛期は晩秋から冬。には、 脂肪の多い白身であり、そのことから油目とも呼ばれる。季節により寄生虫がいることがあるので刺身などの生食は注意を要するが適切に処理されていれば問題ない。刺身、煮付け、唐揚げ、牛を汁、焼き物、味噌汁、干物、みりん漬け、かす漬けなどで食べられる。ありがとうございます。